こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますカメラは、ライカの、代表的なレンジファインダーフィルムカメラボディ、ライカの、M3 になりますね。はい、 M3 のですね、こちらは、最初期型ですね。シリアルが707692ですので、1954年のですね、M3 が製造された初年度のモデルということになりますね。このシャッター、ダイヤルがですね、この天板がツルツルしてまして、でもって、フレームセレクターがないですね。で、巻き上げはもちろんダブルストロークですね。はい。ダブルストロークですね。はい。ということで、外観から見ていきますね。外観はご覧の通りですね、よくライカメーターがこう擦れたりしている部分もかなり綺麗ですね。あとは擦れあたり、凹みなど、こう目立つところに全くありませんで、非常に綺麗な状態と言っていいと思いますね。はい、ご覧になっていただいている通りですね。金属の、ストラップ金具の跡もありませんし、背面のバックドアの、塗装もしっかりしてますね。はい、キャップも綺麗です。フロントも、メッキの摩耗とかですね、マウントの摩耗もないですね。はい。で、底蓋もかなり綺麗ですね。細かい擦れなどはあるんですけれども、この程度ですね、かなり綺麗です。はい。ケースの跡がちょこっとついてますけれども、三脚の跡とかですね、こう地面に置いてガリガリってやっちゃったような跡とか、下地が見えるような擦れなどは見当たりません。もちろんですね、こうメッキが剥げて、金属が腐食したりもしてないですね。はい。大変綺麗な状態です。はい。いいですね。はい。針側もですね、こうしっかりとしてまして、こうかけたりですね、剥がれたりしやすい部分もしっかりと埋まってまして、針側は 100% 綺麗な状態になっております。で、ファインダーですけれども、ファインダー全面から見てですね、こう、曇りカビ、バルサム切れとかですね、見当たらずに、じりほこりも見えず、大変綺麗な状態ですね。はい。M2 からの乾燥着とかそういうやつでもないですね。接眼部から見ても、曇りカビ、バルサム切れ、など、全く見えませんで、非常に綺麗な、クリアなファインダーですね。フレームセレクターはないんですけれども、レンズの脱着によってですね、ブライトフレームもすべて、3種類すべてしっかりはっきりと表示されておりまして、薄くなったり欠けたりとかしてないですね。はい。ピントの20ゾーンもくっきりはっきりとですね、コントラスト強く表示されておりまして、縦ずれなく、ピント合わせ、フレーミングともにですね、不具合のない非常にクリアなファインダーを保っております。はい。ではですね、続いて、シャッターのチェックに行こうと思います。シャッターは、1分の1の低速シャッターからチェックしていきます。はい、1分の1低速。シャッター音なども聞いていただけていると思います。はい。はい、いいですね。安定して、はい、切れております。続いて、2分の1秒ですね。はい、いいですね。きっちり可変してますね。はい。次が5分の1秒になりますね。はい。いいですね。しっかり切れてます。はい。比較的壊れやすいと言われてます。低速シャッターですけれども、ご覧の通り、シャッターの粘り、膜の遅れなどないのがお分かりいただけます。はい。じゃ、中速の250分の1秒ですね。はい。でもいいですね。はい、しっかり切れてます。はい。でもって、この巻き上げですけれども、こう、ガリガリしたり、感触が悪かったりせずに非常に滑らかに巻き上がってますね。で、このまま、この戻りが悪かったりとかですね、しないで、非常に感触よく巻き上げております。では、ここで、このセルフタイマーチェックしていきます。これグッと下げてもらって、このボタンでスタートいたします。
はい、立ちで弱くなったりしないでしっかり動いてますね。はい、ここでシャッター切れまして、はい、最後までしっかりと動作しております。はい、底蓋を外していきます。はい、底蓋外してもですね、中に金属の腐食や錆、汚れなどないですね。はい、バックドアを開けてもですね、この素材に錆、汚れ、劣化などないですね。スプールもきっちりついております。はい、中身も綺麗ですね。はい、はい、この通り、素材の劣化もないですね。このシャッター膜も綺麗ですね。はい、じゃあここで、はい、高速の1000分の1秒チェックしていきます。はい、一瞬ですけれども向こう側の景色がこう見えてますね。はい、1000分の1秒高速シャッターもしっかりと開いております。はい、スプールを引き抜くとですね、こちらのカウンターがデフォルトに戻ります。底蓋もこうしっくりと閉まってまして、きつすぎたりとかですね、こう緩くなったりしてないですね。はい、付属品がこちらライカ純正のボディキャップになっております。で、本答えですけれども、熊本の中村光閣様にてオーバーホールを施していただいております。はい、シャッターの、注油ですね。あとは、レザーの補修、ファインダー距離計の分解整備清掃、フィルム切り替えの調整と、はい、一通りにおいて分解整備清掃調整を施していただいております。ということで、大変いい状態のですね、ライカの最初期型ですね、発売、レンズ、M3 が製造された初年度の、はい、レア、非常にレアなモデルになっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。